日は監査法人の選び方第2弾ということで、ビッグ4の中から就職先を選ぶ際のポイントを語ります。ちなみに第1弾はビッグ4 vs 中小というテーマで語らせていただきました。ご興味ございましたらそちらの動画もご視聴いただけますと幸いです。それでは本日のテーマ、ビッグ4の中から1社選ぶ際のポイントを語らせていただきます。何か特定の分野、例えば IPO をやりたいとかパブリックをやりたいなど具体的な目的があれば割と選択はたやすいかと思います。今回はですね、具体的に何やりたいか決まっていない方、そういった方向けにお話ししたいと思っております。まあ、ぶっちゃけ大多数の方はやりたいことが具体的に決まってないっていう状況かと思います。そんな中ですね、ビッグ4を差別化するのは非常に難しいです。例えばリクルーターに選んだ理由を聞いてみても腑に落ちる理由はあまり返ってこないですよね、ぶっちゃけ。まあ結局どこも大差ないんですよ。それでも判断基準を示すとすれば、法人の印象、イメージ、カラーで自分が合いそうな法人を選ぶということをお勧めさせていただきます。これはですね、特に売り手市場の際に判断基準としてとても良い方法だと考えます。実際イメージ通りの人が集まるんですよね。補習所ってあるじゃないですか。他法人も含めて同期が集まりますが、この補習所に行ってこの人トーマツっぽいなと思ったら大体トーマツですし、あずさっぽいなと思ったらやっぱあずさなんですよね。売り手市場ですとみんな4大から選べる環境にありますから、おのずと法人の印象通りの人たちが集まってくるんです。ですのでご自身の各法人に対するイメージというのを一つ判断基準に入れていただくのも何気に有効だと考えております。本日の動画は以上となります。少しでも皆様の参考になれば幸いです。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。